はい、玉根園著名人研究家の尾村です。今ちょうど後ろに大きい灯籠のところに来ております。ここはですね、16区でございます。はい、16区のところに来ました。これからですね、お墓参りに行くところは、桂木重丸さんのお墓参りに行きたいと思います。桂木重丸さんは、明治大正昭和期の元皇族でございまして、伯爵、陸軍中佐でございます。 お墓はですね、16区一種五側、9番で、えー、ございまして、今もうここの左手側の、えー、ところがですね、16区一種五側でございます。はい、ここですね、はいここが16区一種五側でございます。えー、そして、えー、この左手側に、えー、桂木重丸さんのお墓があるので、向かっていきましょう。 タマレーにはです、ね、親戚降下をしました元皇族のお墓が4箇所あったのですが、えー、前回の動画でもお伝えしました通りですね、えー、今から行きます、葛城重丸さんのお兄さんにあたります鹿島萩丸さんのですねお墓が墓じまいをされておりまして更地になっておりましたですので現在はタマレーには3箇所ということになりますね。はい 最近墓じまい大変多くございますので、嫁、え、ぎ、ーまあの問題とかもあると思います。えー、どちらに、まあ、改装されたのかはちょっと不明なのですが、えー、鹿島萩丸さんのお墓は、えー、たまに亡くなっておりました。えー、その鹿島萩丸さんの弟にあたります、桂木重丸さんのですね、えー、この動画ではお墓参りをしたいと思います。 なおですね、えー、その前々回の動画で、えー、ご紹介しました筑波藤丸さんもですね、えー、桂木茂丸さんのお兄さんに当たりますそして、えー、他にもですね、えー、一台で廃絶してしまいました音羽忠彦さんのお墓がですね玉れにはございまして、えー、現在、えー、鹿島萩丸さんを除きまして元皇族のお墓は玉まには3カ所ということでございますはいそして桂木茂、えー、丸さんの、えー、お墓に到着しました。 こちらになりますはいちょっとドマンジュ風のですね、えー、墓石でございますね新、えー、道でございますので、えー、天皇関係まあ皇族関係のお墓ってこのような形ですよねそして、えー、この宝石のですね左手側こちらに標石が立っております葛城家墓所はいこのような石柱立ってますね 葛城家墓所でございます。そして、えー、墓所の右手側にですね。はい、こちら側に墓碑がございます。はい、後ほど紹介しますが墓石にもですね。ええー、山科宮菊丸王のですね。第五王子として誕生と。はい、ここに刻まれております。そして、昭和四年十二月二十四日に葛城の仮名を賜うと。そして、重丸さんが初代。 で刻んでますね。えー、このお墓には重丸さんの長女。まあ、十歳で早く亡くなってしまった長女とですね。重丸さんの奥様の敏子さん。そして、二代目の茂久さんが、えー、眠られているということが母子からわかります。ちょっと後ほど、家族のこともお話し,したいと思います。 それでは桂木茂丸さんのですねご紹介していきたいと思います、えー、桂木茂丸さんは東京のご出身でございます先ほど母子にも刻まれておりました通りですねお父さんはですね山の宮菊丸王でございますお母さんは菊丸王妃のひさ子様でございます大吾王子としてお生まれになっておりますそして誕生したですね、えー、3日後にこのお父さんがですね36歳の若さで亡くなってしまっております ですのでお父さんの記憶なかったと思いますねその後、えー、桂木新和野さんは学習院中等科を卒業後ですね後続の息子は全て軍人になるのがま慣、あ、習であったためですね軍人の道を歩みます1929年の7月昭和4年に陸軍士官学校41期を卒業されました えー、なおですね、その前年の千九百二十八年四月二十八日からはですね、貴族院の後続議員も就任されております。そしてその千九百二十八年にはですね、お兄さんのつくば藤丸さん。 鹿島萩丸さんもですね親戚降下をしたことというのもあってですねまた士官学校を卒業したということも重なったためですねこの桂木重丸さんも1929年12月24日昭和4年でございます自ら親戚降下を願い出てですね認められますそして桂木のですね仮名を賜って白石に助せられました 親戚国家に伴ってですね、貴族院、後続議員という資格はですね、消滅しております。陸軍ではですね、1942年に陸軍少佐として第七陸軍技術研究所のですね、幹部になっております。その後も陸軍中佐まで進みまして終戦を迎えました。戦後はですね、1947年の昭和22年に38歳の若さでですね、 白血病にて亡くなっております。これは予測なんですが陸軍在籍中にですね原子爆弾の研究に関わっていたこともあってですね被爆されたそれが原因ではないかとされております。それで白血病を患ってですね亡くなってしまったんではなかろうかとそのように、えー、思われます。まあ、ざっとですね桂木重丸さんのご紹介をさせていただきました。 ちょっと母子に戻りましてご家族のことも紹介したいと思います。はいこちらにあります通りですね。えー、重丸さん初代とそこからの刻みから始まっております。はい、ここですね。そして奥様トシコさんですけれどもトシコさんはですね細川盛重さんの、えー、長女ですね。この細川盛重さん公爵でございますね。その、えー、長女娘さんとご結婚されました。 そして、えー、二男二女を設けております。はい、長男は、えー、この左側にも刻まれております二代と書か,かれてますね。茂久さんでございます。ちなみに、えー、弟重隆さんをですね、えー、が次男なんですけれどもお兄さんこの茂久さんまあお父さんが早く亡くなってしまったということもあってですね養子とされております。長男がですね弟さんを養子にしてるんですね。 そして長女優子さんはこちらにも刻まれておりますとおり10歳の若さで亡くなっておりますで次女の次女はですね信子さんと言い,いまして信子さんはですね航空宇宙工学者の四穂、えー、徹さんに突いでおります、まあ、ざっとですね簡単ではございますが、えー、ご家族の話でしたねなおちょっと余談ではございますがここの敏子さんですねここに刻みが あるんですが妻として刻みがございますが、このとし子さん、重丸さんと死別した後ですね中島飛行場のですね中島竹兵さん、まあ、たまねぎも測りますね、9区一種2側の3番で動画も上げております、この中島竹兵さんのですね老いっ子の中島章吉さんと再婚されたという、そういう、えー、記述も見たんですけれども、ここに刻まれてますね、とし子さん、妻として。ちょっとそこら辺のシーンが 確かでございますがちょっと簡単に家族のことも紹介させていただきましたはい。それではですねこの桂木家にお墓参りしたいと思います はい、かつらぎしげまろさん、お墓参り紹介させていただきました以上でございます